このビデオでは RL78G2364 ピンファストプロトタイピングボードと U8G2 ライブラリを用いて OLED に文字列を表示させる方法を説明します。アルディの IDE やアルディのライブラリのインストール方法スケッチを RL78 ファストプロトタイピングボードに書き込む方法などの基本情報は概要欄に記載しているクイックスタートガイドをご覧ください。 今回の動画ではこちらのソフトウェアを使用して説明を行いますソフトウェアの詳細な情報については概要欄に記載していますのでそちらをご覧くださいまたハードウェアはこれらの製品を使用して説明しますハードウェアについても詳細な情報については概要欄に記載していますのでそちらをご覧くださいこれらと異なるソフトウェアハードウェアをご使用の場合は 今後のガイドの内容と異なる操作選択が必要となる場合もありますのでお気をつけください最初に U8G2 ライブラリをインストールしますライブラリアイコンを選択してくださいライブラリマネージャーのフォームに U8G2 と入力し検索インストールボタンを選択してください 次にサンプルスケッチの記述を行います。ファイル、スケッチレイ、u8g にフルバッファ、ハローワールドを選択してください。百五十九行目先頭のダブルスラッシュを削除し、コメントアウトを外してください。 371行目赤枠部分に表示したい文字列を入力してください。今回は RL78G23&SSD1309 とルネサスの文字列が表示されるようスケッチを赤枠のように修正しています。次に RL78G2364 ピン f p b と OLED を接続します。 RL78G2364 ピン FPB と SSD1309 の配線を映している通りに接続してください。配線が一つでも間違っている場合、OLED に文字列は表示されないためお気をつけください。特に VCC、グラウンドの電源端子は間違えて接続すると OLED。FPB が故障する可能性があるため、注意してください。 次にコンパアルディの IDE 上で書き込みを選択するとコンパイルと書き込みが開始されますボードへの書き込みが完了しましたご覧のとおり OLED に文字列が表示されますアルディのウィキのサンプルスケッチページでは 今後もさまざまなセンサやシールドを使用したサンプルスケッチを追加予定ですので是非定期的にご確認いただければと思います。詳細はルネサスウェブサイトをご覧ください。